おはようございます、ヨッシーです。今日も PUBG モバイルやっていきたいと思います。はい、ということで今日も皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、この真ん中のレティクルっていうのがあるんですけど、こちらのレティクルの重要性っていうのをお話ししていきたいと思います。もしこの動画が参考になったらよかったよと思っていただけたなら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ではやっていきましょう。はい、このレティクルについてなんですが、このレティクルっていうのは、まあ、しっかりね、敵のいる位置に合わせてあげることが重要になってきます。このレティクルを敵のいる場所にしっかり合わせてやっておくことによって、相手より先に打ち込むことができます。あらかじめ敵がこうやっているであろう場所に合わせておいて、敵より先に打ち込むっていう、このように使うことが、レティクルはすごく大事になります。はい、これでね、全然打ち勝ったりできるんでね、ぜひやってほしいんですよ。おそらく敵がいる場所をしっかりと合わせておくことで打ち勝てると。はい、例えばこの裏にいたら、この裏に合わせながら移動する。はい、そうすることによって打ち勝つことができます。なのでこのレティクルっていうのはすごく大事なんですよ。はい、なのでしっかり覚えてほしいですね。ここに合わせて覗くと、もうそこにしっかりと照準が行くので、これをしっかりね、合わせていきましょう。はい、なので下を向くんじゃなく、なるべく高めの相手のヘッドラインに向かって、あらかじめ相手のヘッドラインに合わせておくように意識すると、すごくね、打ち合いに勝つことができます。そこをね、意識しておくと全然違うので、ぜひやってください。はい、しっかりヘッドに合わせておく。ヘッドがやっぱり一発でも入れば勝てるみたいなところってあるんで、ぜひね、皆さんそこら辺やってみてください。はい、しっかり合わせていきます。合わせて打つことによって、相手のヘッドとかしっかりダメージを与えることができます。結構ね、このレティクルを合わせるっていうのは最初難しいんですけど、まあ、本当にできるようになれば全然ね、勝てるようになるんで、はい、相手より先に打ち込むことによって勝つことができます。一発一発がすごく大事なので、最初の一発にしっかり当てれるようにね、やっておけば、はい、こういう風に勝つことができます。しっかりね、レティクルを合わせておく。敵の位置にレティクルをしっかり合わせておくことによって、しっかり打ち込むことができるということになっております。このレティクルをね、しっかり頭の位置に置いておいて、しっかり相手のヘッドショットを狙っていくっていう戦い方をすると、結構ね、勝つことができるんで、ぜひね、皆さん試してみてください。はい、慣れてくるとね、どんどんできるようになるんで、ぜひ使ってみてください。ということで、レティクルの話でした。はい、この話が役に立った、良かったよと思っていただけたなら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。では、時間が余ったので、街に行きたいと思います。それでは、どうぞ。はい、マッチングしました。それでは、やっていきたいと思います。PUBG モバイル、池美さんよろしくお願いします。はい、お願いしまーす。はい、ということで頑張って勝っていきましょう。ヌサですね、よろしくお願いします。お願いしまーす。はい、イケビさんにパラシュート降りてもらいましょう。よろしくお願いしまーす。ということで頑張っていきましょう。どこに行くのかな。あ、この街ですね、了解。はい、ヌサは一番狭いマップになっております。はい、なのであっという間に終わるマップなんですが、まあ、これでドンカツできるかどうかが問題になってくるんで、頑張っていきましょう。さあ、ありがとうございます。ありがとう。真ん中の方ともやり合ってんじゃないかな。あ、でデュオスクになっておりますんで、負けるかもしれない。いや、負ける可能性の方が高いんで、皆さんぜひ、はい、温かい目で見守ってください。負ける確率の方が高いです。はい、大変だ。まだ1キルもしてないけど、なんかどんどん人が減っている。おい、どんどん人が減ってるぞ。 1×1 なんでいる。あ、まあ、やり合っている正面。ついてる。悪い。そこだ。ダウンした。イケメン、そこだ。ナイス。ありがとう。
草むらに隠れてやがったあいつ。もうこりゃナイスナイス。あれお腹も危ない。お腹も、お腹もどこ行ったんだろう。どっから撃たれた今。しばいていく。なんかどっかから撃たれたな今。それ今あの俺がやったやつのあれね、あれがギビのグレ、俺がやったやつがグレ投げた。ここにいる。ピンを置いた。そっちに向かうぞ。ちょっとスコープ欲しいね。ないな。わお。あそこから撃ってきてんのか。頑張りましょう。多分2対4じゃないかな。相手フルパーだと思う。おそらく。削りたいけどな。削ろう。少しずつやれば勝てるよ。アッショット入ってる？入ったら教えて、アッショット。あ、来た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 。手前来た手前来た手前来たよ。印の場所まで急ぎましょう。手前の岩まで来たね。オッケー。あー、ちょっと距離聞こえる。そのまま頑張って。頑張る。やる。岩裏？あぶねえ。岩裏岩裏。岩裏ってか丘裏？よし、1枚削ったよ。ダウンした。あと1枚いる。今何発か当ててるよ。多分やれる。オッケー、ナイス。いいよ。ナイスナイス。よしよしよし。助かったぜ。うまい。DBS だったわ。DBS だったの。あぶな。あぶね。助かった、ありがとう。これが連携プレイだ。あるよあるよ。あと2人か。いや、いよいよ、もう時間がちょっとあんまりないから。どっか芋ってると思うから気をつけよう。多分ね、草むら。いや、痛い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 。やべやべ。危ね。危ね、危ね。危ねえ。オッケー、やった？やべ。いや、大丈夫だよ。あ、回ってる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 。左側回ってる。オッケー、勝っていく。そっちか。うん、回る？回らない方がいいか。で、このここにもいる。こっち側、私の方で。何枚かいる。なんか撃たれてる。あそこにいるのか。家の裏。とりあえず2枚やったけど。どこやった？どこにいる？後ろ。おわいわわわわわ。それやっちゃう、それやっちゃう。あぶら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 。ちょっと待って。アンチがやつが撃ってるよねあれ。うん、アンチがやつ。いや、真正面もいるんだけど。そう、真正面いるんだよ。ちょっと待って、痛い。いや、しかも相手やばい、相手やばい、相手やばい、これ以上はもう。ああ、あそこだな。安全地帯に移動しましょう。あの家裏。はい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 。ああ、でも上や、山上いる、山上いる。いるね。これ以上はもう。安全地帯に移動しましょう。ごめんね、ケビ、行ってくるよ。うん、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。つまり。とんでもね、とんでもね。上にね、2人ぐらいを見えた。これこっち来れんかな、ワンチャン。間に合わない？ワンチャン行けたら行きたいけど、ちょっとギリギリ間に合わ。行ってくる、じゃあ。間に合わなそう。あ、間に合ったわ。間に合ったんかい。間に合ったわ。危ない。頑張れ。真正面だな。急落か。ぐらいじゃないか。岩浦。ナイス。ただ。回復がないのよ。どこにいるかな。はい、あ、あそこいるじゃん。あそこいるじゃん。いた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 。
1枚があの6分のところ。もう一歩前出たいな。出ましょう。ああ、そこに1枚。さすがに舐めすぎやろ。舐めピザ。あ、岩裏。オッケー、倒していく。強かった。強すぎ。いやいや、たまたまだ。たまたまだ今のは。いやいやいや。ナイロン。ナイロンです。